こんにちは。賢者からの3つの教え、大切な時間です。本日も第4章試練、120ページから解説していきます。7、現地の事情を持ち出してうまくいかない理由にしていないか。失敗する人、この国だからできないと思う人。海外、特に新興国に行くと、日本と異なることを探せば数えきれないほどあります。環境も人も法律も何もかもが違います。何かがうまくいかないとき、その違いを理由に言い訳をすることはとても簡単です。インドネシアは渋滞がひどいから時間通りに物事が進むことはない。インドは電力の供給が安定しないから安定的に生産することは難しい。現地の特殊な事情を持ち出して言い訳をしようと思うと、いくらでもできてしまいます。本社は何も現地の状況を分かってくれない。OKY、お前来てやってみろと言って、本社はできないことを指示するばかりだと思うようになります。成功する人、国による違いは関係ないと考えるリーダー。現地で成果を上げることを目標とする経営者は、言い訳を探さず、この国との違いはなく、同質性を見出して、日本での成功を現地で応用できる道を探します。現地特有の事情を列挙してできない理由を探していても、成果には全く結びつきません。できないことを探して言い訳をする時間を、できる方法を探す時間にできるリーダーこそが、経営者として海外子会社を成功に導ける人です。人による違いは関係ないと考えるリーダーにとって、現地特有の事情は成果が出ないことに対する言い訳の材料ではないのです。では、ここまでの解説を、の会長、お願いします。はい。こんにちは。東京ファコンサルティングファームの小野です。よく聞くのがですね、国名を最初に挙げる人ね。インドでは、メキシコでは、バングラディッシュでは、高校でした。この後ね、国名を挙げて次につながるセンテンスでね、ろくなもの言わない。この国ではなんとかだからできないっていうね、ネガティブなもので必ずこの文章が終わるようになって、この国ではこんなに資源が豊かで人も豊かでうまくいっちゃうんですって言わない。本来そのために言ってるのにね。人口も多くてマーケットも大きいだろうしね、たくさんの人が雇用できるし。いいところじゃなくてね、国名を挙げた後は必ずね、できない理由になる。だからできない。で、私ね、この国名を挙げてね、できない理由を言うっていうのはね、もううちの会社ではね、禁止。禁じて。これ言ってるやつでね、ろくなことを起こさない。どう思います？渋谷さん。やっぱりそれ言い訳にしちゃうと、うちでストップしちゃうのかなそうって。そうそう、もうここね、すぐストップできちゃう、ここで。外の理由にしてね。その国の政治とか、経済とか、いろんな諸事情なんてね、あるに決まってんだから、そんな。日本だってね、中小企業のね、ダメダメ社長っていう同じこと言ってるよ。政治がダメでしょ、まず。景気がダメでしょ。次何言うか知ってます？日本の教育がなってないと、もうね、政治教育景気ね、もうお決まりのパターン、もうこれでね、1時間ぐらい聞いてなきゃいけないんだから、ダメな社長の話。そんな話聞いててもね、ろくなことない。それ全部の競合他社が同じ条件でやってるんだから、政治もね、良かろうが悪かろうが、我々の外部環境ってみんな一緒だし、教育の水準も一緒だし、景気もみんな一緒なわけですよ。だから、そんなことを問題にしたって意味ないの。でもね、意味があるって勘違いする人がね、世の中にいっぱいいるんです。もうこんな話を聞く羽目になるとね、まあ、お客さんだったら我慢するけど、ちょっと。社員だとね、ぶち切れる。本当に。だからもう、禁句。ここがポイントです。